こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙は生まれ変わるなら、どの時代がいいと思う？私は平安時代の貴族だな。0.1% 以下しかいない、選ばれし超エリートに一度はなってみたいもんだな。私は貧富の差や階層がなくて、みんな平等な縄文時代がいいわ。縄文時代？だって、自然環境に恵まれた平和な社会が13000年も続いたんでしょ？世界的に見ても珍しい、定住化した狩猟採集民で争いもなかったなんて理想的じゃない？その霊夢のユートピアのイメージなんだが、最近の調査で覆りつつあるのは知っているか？え？そうなの？縄文人の社会や生活について、新たな発見が相次いでいるんだ。よし、今回は知られざる縄文時代と題して解説していくとしよう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。そもそも縄文時代って、どうやって始まったの？縄文時代は、地球の温暖化で海水面が100メートル以上も上昇し、日本列島は大陸から隔絶されたことで始まる。それまでになかった海流が生まれ、日本海側にも豊かな森林地帯が誕生し、人間が住むのに適した環境となった。それが13000年も続いたのよね？時の出現を縄文時代の開始とするなら16500年前の氷期の頃だし、気候が温暖化して定住生活が本格化するのを縄文時代の開始と考えれば11500年前だ。説によって5000年も変わってしまうの？縄文時代の終わりも、これまでは水田稲作が始まる2500年前と言われたが、最近は3000年前と修正された。さらに、水田稲作が北部九州から青森へ広まるのに500年かかっていることも分かった。縄文時代の定義も弥生時代との境界線も曖昧ということね。新しい発見があるたびに修正されていくから、まだ定説というものはないんだ。霊夢は、縄文時代は階層のない平等な社会だと言ったが、最近の研究によればそれは事実に反するようだ。どういうこと？縄文時代も高度に組織化された社会であった可能性がある。つまり、支配階級はいたということだ。どういう証拠があるの？まずわかりやすいのが墓の格差だ。同じ遺跡から発見された墓でも遺体を埋めた穴の大きさが違うし、大きな墓からは漆製品や装飾品や希少な翡翠が見つかっている。やっぱり、いつの時代も偉い人と普通の人は区別されていたのか。人間がそこにいる限り、皆平等はありえないとも言える。でも、弥生時代と違って、縄文時代に戦いはなかったんでしょ？確かに、大規模な戦争の痕跡は残されていない。しかし、顔面を殴られて鼻を骨折した人骨、斧などで頭を殴られた人骨、石の矢尻を打ち込まれた人骨などは多数見つかっている。縄文時代にも暴力沙汰はあったということね。2022年、北海道伊達市の薄もしり遺跡から、集団同士の争いが原因で命を落としたとみられる縄文時代晩期の頭蓋骨が複数見つかった。骨は約2400年から2500年前のもので、全11体が同じ場所で見つかった。ちなみに、弥生時代という時代区分が北海道には直接適用されないため、北海道は属縄文時代だ。薄もしり遺跡では、別々に埋葬されて白骨化した遺体を、一度掘り起こしてから同じ墓に埋葬していることが分かっている。このことから、争いで死んだ人を集めた可能性も指摘されている。11体は10代後半から成人、10体は男性、1体は女性で歯の特徴などから親族と見られた。8体の頭蓋骨には石斧など鋭利なもので切られたり、棍棒のような鈍器で殴られたと見られる跡があり致命傷となっていた。これまで水田稲作が富の蓄積や搾取による貧富の差を生み出し、それが戦争の原因になったって聞いてたけど、稲作とは関係なく戦いは起きていたということね。稲作が富の偏在を加速させたことは間違いないが、豊かな自然の恵みのもと人々は仲良く平和に暮らしたというのはファンタジーだな。私の縄文時代のイメージがガラガラと崩れていくわ。大体、みんなで仲良く分け合うって、本当にそんなことができると思うか？まあ子供の世界だって、おもちゃの取り合いがきっかけで手が出ることもあるし、強い子と弱い子の差はあるものね。そうだ。豊かな暮らしをしていれば人口も増える。人口が増えて食料が足りなくなれば、自分たちの縄張りを広げるしかない。自然の資源に依存して生活していれば、魚がよく取れる場所、狩りがしやすい場所をめぐって争いが起きることもありそうね。世界的に見れば、狩猟採集民もたくさんの戦争をしてきた。アメリカのハーバード大学教授、スティーブン・ピンカーの著書暴力の人類史によれば、長い歳月の間に人間の暴力は減少し、今日私たちは人類が地上に出現して以来、最も平和な時代に暮らしているのかもしれないという。文明が発達する前の原始の世界は平和だったはずというのは思い込みで、実は時代を遡るほど戦争は多かったということだな。一般的なイメージと逆だけど、古代の方が生活は過酷で、死が身近なものだったんだものね。平均寿命も30歳前後だったんでしょ？
乳幼児死亡率の高さが全体の平均を大きく下げているが、50歳以上の人骨も発見されている。極端に短命ということはないが、生き延びるのが難しい時代であったことは間違いない。少し話が逸れたが、スティーブン・ピンカーの暴力の人類史は世界史の時計の針を巻き戻し、過去の人類がどれほど野蛮で残酷だったかを解き明かしている。興味があれば読んでみてほしい。わかったわ。でも、もしもなんだけど日本の縄文時代が、暴力が支配した他の社会と違って、本当に平和だったとしたらどうかしら？局地的な戦いはあったとしても、大規模な戦争の痕跡がないということは、日本人が得意な話し合いで解決していたかもしれないじゃない？その証拠はないし、世界の標準でもないが、確かにその可能性はあるな。専門家の中にも、日本には話し合いで紛争を解決する文化があり、戦いでなく話し合いで戦争を回避したかもしれないという意見がある。そうなの？私はその説を信じたいわ。また、戦争するより、交易した方が豊かになることをすでに理解していたという意見もあるな。小さな戦いはあったとしても、交易を通じてお互いが利益を得ようと考えたなら賢いわね。先ほど、縄文時代の理想化された認識に一石を投じた北海道の薄もしり遺跡の墓の話をしたが、この墓からは、交易を示す重要な発見もあった。交易を示す発見って何？墓から出土した人骨の手首のところに沖縄周辺でしか取れない芋貝で作った腕輪が見つかったんだ。北海道の遺跡なのに、沖縄の貝殻が見つかったの？そうだ。芋貝は熱帯から亜熱帯の海域に広く分布している。珊瑚礁や浅い海底に住むことが多いため、日本では沖縄などの南西諸島周辺の暖かい海域に生息することが多い。北海道には生息しない貝ということじゃない。芋貝のアクセサリーは縄文人に人気だったのかしら？首飾りやブレスレットとして使用されていたようだな。九州南部ではもちろん、関東の遺跡からも貝殻を加工したものが多く出土しているし、東北の縄文時代の遺跡でも見つかっている。特に青森県の三内丸山遺跡からは多くの工芸品が発見されている。つまり、北海道と西日本の間に、交易ネットワークがあった証拠というわけね。定住化された狩猟採集社会という言葉のイメージから、集落の中だけで暮らしていたと思っていたけど、すごいルートがあったのね。よし、次からは縄文人の交易について見ていくとしよう。縄文時代の交易品として有名なものといえば翡翠、琥珀、黒曜石だ。琥珀って、昔の木に樹脂が固まってできた、綺麗な石のようなものよね。マリサ、そうだ。樹脂が、何百万年もかけて地面の中で固まって、だんだん石のように変わる。琥珀は黄色やオレンジ色、茶色など透明で綺麗な色をしていて、昔からアクセサリーやお守りとして使われてきた。現在の秋田県や岩手県などで産出されていたようだ。翡翠は、新潟県の糸魚川が有名よね。翡翠は糸魚川でしか取れない天然の鉱物で、国の宝とも言うけど、どうして糸魚川の翡翠が特別なの？翡翠は、超高圧、高温条件でしか形成されない天然の鉱物だ。約2000万年前に、日本列島が形作られる過程で、地球のプレートの動きによってできたフォッサマグナが関係しているんだ。フォッサマグナ？スケールが大きい話になってきたわね。日本の糸魚川地域はフォッサマグナの中にあり、この地殻変動の影響で、地下深くにあった岩石が地表近くまで押し上げられた。つまり、糸魚川で翡翠が見つかるのはフォッサマグナがあるおかげだ。フォッサマグナって、ちょうど日本列島の真ん中あたりを通ってて、東日本と西日本の地質的な境界よね。そうだ。糸魚川産の翡翠は、非常に美しい緑色や透明感を持つものが多く、高品質とされている。翡翠といえば、三種の神器の一つ、勾玉を連想するわね。その翡翠が、日本列島の成立と関係しているなんて感慨深いわね。確かにな。三種の神器の一つである八坂にの勾玉は、天皇が継承する重要な宝物だ。その勾玉が、フォッサマグナの力で日本列島に生まれた翡翠から作られたと考えると、自然と人間の壮大な物語を感じさせるな。地球の大きな動きで生まれた自然の産物が、何千年にもわたって日本文化の中心にあり続けるというのは、神秘的で興味深いことよね。そうだな。実は翡翠には2種類ある。ジェダイトとネフライトだ。ジェダイトとネフライトは、どちらも緑色の宝石として翡翠と呼ばれるが、実は全く別の鉱物だ。糸魚川の翡翠はジェダイトだが、縄文時代の遺跡からはネフライト製の装身具がいくつか見つかっている。福井県の桑野遺跡や鳥浜貝塚、栃木県の根小屋大遺跡、群馬県の下鎌田遺跡から結状耳飾りなどが見つかっている。結状耳飾りって何？縄文時代の遺跡から多く出土する石で作った耳飾りだ。中国にも同じような耳飾りがあることから、縄文時代から大陸と交流があったことがわかる。また、日本でネフライトが取れる場所は少ないため、縄文時代の人々が交易を通じて、ネフライトを手に入れたと考えられているんだ。
でも、縄文時代にどうやって中国と交易したのかしら？縄文時代には、木製の丸木船を使用して、沿岸部を航行する技術があったようだ。千葉県市川市の雷市堆積からは約7500年前の丸木船が見つかっている。福井県の鳥浜遺跡からも、約5500年前のものとみられる丸木船が発見されている。丸木船で行き来していたのね。でも、丸木船じゃ、そんなに遠くまで行けないんじゃないの？直接的に中国本土と交易があったわけではなく、朝鮮半島などを通じた間接的な交易が主なルートだったんだろう。長距離の海を直接横断するのではなく、沿岸部を経由したり島伝いに移動が行われたということね。そうだ。しかし、縄文人の地域間交流は、これまで考えられていた以上に広範囲に及んでいる。例えば愛知県の帆貝塚からは、東日本、西日本、中部、北陸などの土器や石製品が出土しているんだ。すごい、丸木船を駆使して日本中を長距離移動していたということね。驚くのはまだ早い。滋賀県の入江内湖遺跡や福井県の鳥浜貝塚では、外洋でしか取れないマグロの骨が出土しているんだ。マグロの骨？そうだ。青森県の三内丸山遺跡でもマグロの骨は見つかっているな。丸木船で危険な沖合にまで漕ぎ出していたということよね。そうなるな。縄文時代の狩猟採集って、近場の釣りを想像してたから、マグロのような大型の魚を捕獲していたなんてびっくりね。きっと、漁の効率を上げるために森など武器の先端部分も工夫したんでしょうね。そうだな。森の先端には、鋭くて加工しやすい黒曜石が使われたようだ。黒曜石ってそもそも何なの？黒曜石は火山岩の一種だ。ガラス質の天然石で硬くて割れやすい。割れた際に鋭い刃ができる特性から矢尻、ナイフ、槍の先端など、狩猟や日常生活で使う工具の材料として利用した。黒曜石も地域間で取引されていたのかしら？長野県の和田峠山の黒曜石が、関東地方や中部地方の遺跡で見つかっているし、北海道の白滝山の黒曜石は本州北部で確認されている。地域間の交易ネットワークを通じて広く取引されていたことがわかるな。翡翠や琥珀だけでなく、黒曜石も貴重な資源だったのね。他にも、意外な交易品があったんだぜ。何かしら？天然アスファルトだ。アスファルト？アスファルトって石油の一種で、道路の舗装工事に使われるあれでしょ？そうだ。アスファルトは粘着性が高いことから、土器の補修や矢尻の固定など接着剤として使われたんだ。アスファルトは接着剤だったのね。でも、日本に油田なんてないんじゃないの？いや、そうではない。今でこそ日本の油田はほとんど枯渇し閉鎖されているが、かつては小規模ながら新潟県上越以北の東北地方日本海側にあったんだ。日本書紀にも記述がある。どんな風に記録されているの？天智天皇7年7月の上神輿の国から、燃える土と燃える水が天智天皇に献上されたと記されている。燃える土と燃える水？燃える土は天然アスファルトを意味し、燃える水は石油だ。そして、その献上した土地は新潟県黒川村とされている。黒川という地名は、黒い川が流れるほどに原油が湧き出たことからついたそうだ。日本で石油が産出していたことも驚きだけど、アスファルトが縄文時代に取引されていたのもすごい話ね。各地でアスファルト生成工房跡も発見されているしな。2012年から2014年、新潟県の石船戸遺跡からは、アスファルトの塊が64点出土。アスファルトが付着した土器や石器が1300点以上も発見されている。石船戸遺跡の周辺には、黒瀬やクソーズといった石油に関係する地名が残る。黒瀬はなんとなくわかるけど、クソーズはどういう意味なの？石油は、その独特の匂いと草の間に染み出したことからクソーズと呼ばれたんだ。なるほど、匂いと草を掛け合わせた言葉ね。縄文時代を代表する遮光器土偶にもアスファルトが付着しているものが多い。なんで土偶にアスファルトがつくの？遮光器土偶は足や腕など体の一部が欠損していたり、切断された状態で発見されることが多い。これは他山や豊穣を祈願するための儀式で使われたためと考えられている。あ、わかったわ。接着剤のアスファルトで土偶を修理しながら、繰り返し使った可能性があるということね。縄文時代は基本的には狩猟採集生活だと思うけど、獲物が取れたり取れなかったりする日もあるから大変よね。それも思い込みかもしれないんだぜ。どういうこと？最近の研究によれば、縄文時代には中部や西関東で大豆の栽培が始まっていたそうだ。大豆って弥生時代に日本に入ってきたんじゃないの？2007年、長崎県島原市の大野原遺跡から出土した縄文時代後期の土器に大豆の痕跡が見つかった。さらに、貯蔵した食料を狙う黒ゾウムシや防虫剤として使われるカラス残照の跡も発見されている。黒ゾウムシって、米を食べる害虫よね？防虫剤まで使って駆除しようとしていたなんてすごいわ。どんぐりや栗、
山芋などの植物を採取して、土器を使って加熱して保存食にするだけだと思ってたわ。まだ農業と言えるまでには広がっていなかったかもしれないが、大豆など特定の植物の栽培が始まっていたのは大きな発見だな。さらに狩猟、牧畜など多様な食料調達の方法の実態も分かってきている。縄文時代ってその日暮らしで、食うや食わずの生活を想像してたんだけど、結構、計画的に考えられたのね。縄文人は豚の飼育を行っていたという研究もあるくらいなんだぜ。豚の飼育？野生の豚っていないから、それはつまりイノシシの家畜化に成功してたってこと？そうだ。2021年、名古屋大学は、沖縄県の野国貝塚から出土した7500年から7200年前の豚の下顎の骨の年齢査定を行った。その結果、高齢の個体が多く、縄文人が豚を飼育していたと結論付けた。高齢の個体が多いと、どうして豚を飼育していた証拠になるの？野生では体力の衰える高齢まで生き残れる個体がそもそも少ないからだな。高齢個体が存在していることは、人間が豚を保護、管理、つまり飼育していた証拠になる。ふむふむ。他にも、いわゆる家畜化現象からの説明もできる。家畜化現象？野生のイノシシから豚への家畜化の過程で起きる様々な変化だ。イノシシに比べて豚の体格は一般的に小さくなり、足も短くなる。野生の環境ではスピードや防御力が重要だが、人間が飼育する環境では必要がなくなるからだ。他にもいくつかの骨の特徴から、野生のイノシシと豚を見分けることができるという。縄文時代の狩猟は、鹿やウサギなど、森に暮らす動物たちが獲物だが狩りには犬が使われたこともわかっている。縄文人は犬を飼ってたの？そのようだ。縄文の遺跡から犬の死骸を丁寧に葬っている例がいくつも確認できる。狩猟のパートナーとして大切にされていたようだ。犬が人間と同じように埋葬されていたなんて、犬好きとしてはなんだか嬉しいわ。縄文犬ってどんな姿だったかしら？小型犬で四肢が太くて短い。がっしりとしたたくましい体で、狐のような顔立ちではないかと推定されている。小型の柴犬に似ているのかしらね。骨には骨折や骨折が自然治癒した痕跡があり、狩りで人間を支え、果敢に動物に立ち向かったとも考えられそうだ。ふむふむ。縄文時代には犬以外の動物には墓を作らなかった。このことからも犬は縄文人にとって特別な動物であったことがわかるな。仲のいい大事な友達、あるいは家族の一員と言ってもいいのかもしれないわね。そうだな。ここまで知られざる縄文と題して解説してきたが、どうだったか？縄文時代の知らない側面がいろいろわかって、びっくりすることも多くて目から鱗がポロポロ落ちたわ。一番びっくりしたのは、縄文人が丸木舟を駆使して、想像以上に長距離移動していたことね。狩猟採集もせいぜい近くの川で小魚を取るくらいの生活を想像していたから、遺跡からマグロのような大型の魚の骨が見つかっていたなんて衝撃的だったわ。縄文人は骨太で筋肉質、下半身の筋肉が発達していたとも言う。高い身体能力を活かし、過酷な自然の中で知恵を絞って生き抜いたんだろう。丸木舟で勇敢に冒険に出かけ、遠く離れた土地とも積極的に交易していたと聞くとロマンを感じるわ。なんだか感動しちゃったわ。1万年以上もの間、平和で戦いがなかったというのはファンタジーで事実に反することが分かったと思う。生まれ変わったら縄文時代に生まれたいという気持ちに変化はあったか？やっぱり私は縄文人がいいと思ったわ。大規模な戦争に明け暮れることなく、翡翠、琥珀、黒曜石、アスファルトなどの資源でネットワークを作り上げた縄文人は、もっと評価されてもいいんじゃないかと思うしね。それはそうだな。日本列島が誕生した時に生まれた翡翠から勾玉が作られ、それが日本の三種の神器の一つとなり、それが現在も天皇に受け継がれ、日本文化の中心にあり続けるのもすごいことだもの。縄文時代と縄文人がますます好きになったわ。よし。それでは本日の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。